多分これ絶対めんつゆいる。なんか合ってない量。これ一玉じゃないのかな。めっちゃ硬い。硬いっていうか、もうちょい茹でれたんだろうね。今日はうどんを茹でました。でプチッとなんかプチッとなんかうどんの素みたいなの買って、それのなんだろう、すだちポン酢かな、すだちポン酢を入れたんだけど、ちょっとうどんとなんかそれが私の買ったあの香川で買ったうどんと多分その割合が合ってなくて、あんまり味がしない。ということで、ちょっとまだ食べながらになるんですけど、今日はキスバイエイトを見ます。うどん量多いし、これも少ないからもうどっちもダメダメだね。じゃあめっちゃうどん量多いんだもん。いろいろ最初なんか動画とかあると思うんですけど、本編まで飛ばしていただけると助かります。ちょっと私は携帯で見るんで、あの色々止まった。なのでちょっと待ってね。ライブの方だと結構飛ばすよね、これ。本当に本編まで飛んじゃう。22分20秒、あまで飛ばしてください。ごめん、結構飛ばすけど。22分20秒まで飛ばしてください。後半のライブは見れたら見ましょう。準備は OK だったら教えて。じゃあみんなに押してくださいって言ったら10秒くらいで押すね。どうぞ。なんかうどんが進まない。
めっちゃある、こんなにある。まだネギとシソ入れたんだけど、なんか私全然おとき豊さんのこと知らなかったから、最近 YouTube で調べたの。気になったから調べた。マジで歌うまいしさ、この歌好きになった。 Oh my little girl マジで可愛い。このシーンは本当はマスクをしないといけないのに、マシロはしてない。てか小田ってマジで演技うまい。あやちゃんもなんかすごいナチュラルな演技。でもまじまじとこう、まじまじとっていうか、ちゃんと見るの私初めてだから、みんなのシーン。山形の子、ここもさ、なんかアドリブでおもろいよね。レミちゃんかわいい。さやちゃんがすごい男性っぽいよね。てかマジで上手、いろんな役が。ミュウもかわいい。なんかこのさ、私のアドリブもさ、みんな何言うか聞かされてないからさ、ステージ立ったらやるのね。なんていうか考えるの。だからマジでパニックっちゃった。みんなマスクがすごいでかい。全部アドリブだよこれ。毎回アドリブだった。みんながなんていうか知らないから。でも私はこれを、これ一応ダンス部のリーダーっていう形なんですね。私がすごいリーダーっぽくないってみんなに言われました。ずっと真ん中で踊ってるからすごい
緊張した。かわいい後ろのレミちゃん。そう、ゆいゆいが来た日とかはなんかリリーのやつやってたりとかもしたし、ほんと日によってマジでやってること違ったからおもろかったです。ちょっとみんな裏にマスクがめっちゃあるんですけど、淡い系のマスクだね。やっぱイダースリアになる。ひどい、私がたらこ唇って。うん、うん、かわいい、声がミルでかわいい。このベン・マッキーがね、キョイちゃん逆だったらしい。さやちゃんが言ってた。うん、イケメンだね。私このシーンとか全然見てないもん、わからない。かわいいなる。おー、イケメン。キャトンってしてるけどイケメンな顔してる。結構急にラブな感じなんだね。私部分投資とかもやってなくて、もう初めて投資だったから、あのコーナー開けてから本当人のを見る時間がなくて、一回しか投資もしてないから、これちゃんと見るのほんと初めて。これでこの時も着替えてるから全然わからなくて、みんなと同じくらいの目線、舞台横から見てる時間もなくて、メイクオムニバスだから着替えたりとか髪型変えたりとかもあったから、うん、94。
いいな、でもこういうジュリエットとかもやってみたかった。やってみたかった。古文おもろいよね。かぎょうって似合うこの服。なのっち。今せよ。確かになんかなぎちゃんがさボケてるってなんかちょっとイメージなかったからおもろい。京香ちゃんのメガネ最高に可愛くない？水です、水です。しんちゃんが乃木ちゃんの服かわいい。これ最初全然こんなんじゃなかったのに。レイちゃんも全然演技ナチュラルじゃない？初めてとは思わない。仰天ってなんかこういうきつい役に似合うよね。てか先生役がやっぱ似合う。ハーフアップのこのリボン似合うな、かわいい。なのっち。そう、これ予備校なのよ。京香ちゃんかわいい。別です。ありません、ありません。仰天似合うな。私こんなきつい役できるかな。やろうと思えばできるんだろうけど。わだかまってる？なぎちゃんがちょっと反抗的なのかわいいね。
しんでいる。以前令用終始連帯以前命令古文って結構長いんだね。ちょっと行って本当にいつかセリフ噛まないかってなんかそわそわしてたけど意外と噛まないよね。なんかね、舞台いっぱい出てるもんな。レイちゃんのこの服どんな服なんだろう。こういう受験生、なんかちょっとヤンキーチックな子、いたかも。あまりにおかしくねー、チューしちゃった。キャーって
なんかあやちゃんのツインテールの制服最高に可愛いな。この3人も稽古で結構笑ってたんだって。おもろいよね毒娘って。すごいよねこれ書いてあやねちゃんマジで。小田と花が揃ったらもうコントになっちゃうね。小田もでもなんか制服似合うよね意外と。なんかすごいアニメっぽいね話。あやねちゃん好きそうこういうの。なんか似合うのかな。ちょっとアニメチックっぽいから。もうコントだもん。めっちゃね一回笑ってた日あったよここのところ。19日の夜めっちゃ笑ってたよね。おかしいもん。もうでもほんとあやねちゃんと小田はずっとこれ一緒だねこの舞台で。さよなら。あまキス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 。マジで。
小田さんもなんか逆に気合入ってる。ラブラッタ。それに。おもろい、もう。さあ、私の出てるアンドロイド彼氏がやってきましたよ。だってでもやっぱタカ君のことがあんなやつ言わないで。タカ君はドリーマーなの。いつか学園が来ると信じて打ち続けちゃうの。よし君はね、人生に疲れ切ってたのよ。忘れないよ、よし君にすごい心配かけちゃった。私ちょっと声高いな、やっぱステージ出ると。え、年上はキモくないよ。そう、ちょっとぶりっこしてるのステージで。私は幼い頃心に傷を負っていたの。私に母性が足りなかったんだよね。なんで私ってこういうの言ってそうって思われるんだろう。何がそう感じさせてるんだろう。なんでハマり役なんだろう。でもタカ君が一番なんかまともだったのかな。パチンコだけでしょ。だってヨシ君はもう仕事しないでお酒飲んでるから。シゲピョン、シゲピョンって呼んでた裏で。この日からね、さやちゃんにちょっかい出してみたの。興味ないから美咲って、美咲暇だよって言ってやってた。可愛くない？でも本当に興味ないだろうなと思って考えてやってみた。まあ一人あんまり好きじゃないからね。
カレンちゃんめっちゃ似合ってない？イケメンなんだけど。なんか踊り方もすごい緩く踊ってるから、なんか男性アイドルみたいだった。でも確かにカツラはめてたら誰かわかんないよね。それぞれに命があると思ってください。ねえ、なぎちゃんが男の子ってなんか新鮮。電気使いすぎだと言われて捨てられたんだよ。ニュースアップが欲しくなりました。いやマジで私20日のアンドロイドで本当に笑いそうになっちゃって、で千秋楽の時もマジで笑いそうになったの。ちょっとアドリブ入れてたから20日が絶対私笑っちゃダメな役だから笑わないように頑張ったんだけど、マジでふんまでいった。マジで笑いそうになった、うますぎて。いや、カレンちゃんの踊りすごくない？なんかかっこいい。そう、でも喋り方の癖がすごかったんだけど、それがやっぱおもろかったんだよね。この壁ドンおもろくない？稽古の時も結構受けてた。かわいい、なぎちゃん。規律が守れないと処分されるのよ。すぐ戻るから。私噛んだんだこの日。そうだ、何ですか？きっとそう呼ばれてたのね、家族の中で。幸せだ幸せだ。噛んでる。ヒロさんの瞳は綺麗に澄んでた。森の中の泉みたいに澄み渡ってた。
大丈夫、 OK、 あいつは絶対立ち直れる。そう、うなずきかわいいよね。でコーチさんもなんか褒めてくれた。今は58分50秒くらい。お代理がゆなちゃん好きなんだって。え、急に。うちもえりなちゃん大好き。えりなちゃん大好き。どこで言ってたんだろう。ひろとが本当の愛のぬくもりを知るまで絶対に。ここ噛むと思った。一回くらい噛まなかった。私が倒れてさ、奈々ちゃんがさ大丈夫ですかって言いに来るんだけどさ、一回さ3号って私に言ってくれ、さ大丈夫ですかって奈々ちゃんがちょっと焦ってた。なんかここの間の取り方とかもっとゆっくり言ってもよかったなって思った。自分ではゆっくり言ってるつもりだったけど、なんか見てると意外と早いなって思った。この世界が憎い？いいから入ってこないで。こことかめっちゃ横打ちた。稽古の時笑ってたけどね。かわいい、なぎちゃん。笑う要素なしなんで。横内さんとかめっちゃ笑ってたけどね、稽古の時。リサさんも笑ってくれてたけど。なんか ダメです。一つは私かわいい。幸せになります、ひろとと。
やでもなんかハマり役って言われて よかったのかあれだけど、よかったってことにしとくね。むずそう、ここかわいいミールがかわいい。でもジュリエットとか確かに難しそう。お皿置いてくる、向こうに。長いね、しかも。お薬飲みます。長いね。ひだあやのジュリエットも良かったよ。なんか全然良かったですよ。唐突。粉みたいなビタミンのやつがめっちゃお菓子みたいで美味しい。
いいシーンですね。でも切ないね。うん、飲んだ。幸せそう。おやすみ。ここの演技めっちゃ上手だなって思った。すごいね、なんかみんなこんな演技上手になってるんだね。感動しちゃった今。誰って立場だけど。なんかエリナちゃんからチューするっていうのがなんかね、うわーってなるね。チューしちゃった。来たよメス猫。私一回ねメス猫の代役をやったんですよ。本読みだけだけど、ハイスペックですうるさいな。なんかそれもメス猫も合ってるって言われた。そう、あかねちゃんの役やったんだけど似合ってるって言われた。かなりイケメン。レミちゃんかわいい。この役やったのはそうゆいゆいとレミちゃんだけ。
ナナちゃんのお得意感とおもろい。笑ってるセリカ。そうでも私猫好きだったからなんかあまり共感できない役だったね。すごい自分が喋るとさ、こっから聞こえてるように思わない？こっちから携帯から聞こえてるように思う。外で食べない？確かにナナちゃんの手がね、こんな男性本当にいる？ああ、ナナちゃんがチューした。確か。七瀬細っ。
しいもん。いやだよ。ハマセリだから余計おもろいよね。しかも白と黒でなんか対照的だし。エルメスのパーキン、あ、ありがとう。あ、いいね、なんか。おもろい。ハマセリだからなんか来たよ。我らが大好きな蜂来たよ。いや私はこの日は大丈夫。あやねちゃんが笑い、マジで悪いとかないけどね、あやねちゃんが笑ってしまったから。チューパ、なんかさ、はるぴょんのだけね、この蜂の容器がちょっと黄色になって蜂蜜が溜まってるんだけど、私たちはね蜂蜜が溜まってないんだけど、私の勝手な設定としては本当にこの一粒一滴だけ蜂蜜が入ってると思って、途中でこう蜂の入れ物を最高級に守ってる、いつも。そう、これなんか自分たちで設定作ってるのおもろいなと思って。そう、入れ物大事に持ってたの。でまんま映ってないかもしれん。あ、そう、ハッツもやる予定だったんだよね、確か。ハルピョンの役を、確かコロナだったからかな、稽古多分できてなくて、なくなっちゃったのかな。そう、ちょうど愛媛も行ってたから、まず稽古自体が受けられてなくて、私はアンドロイドとかもやってたんだけど、あの愛媛行ってないからかな。あー、もうおもろい、もうもうおもろい、もう。
私後ろで踊ってるさやちゃんとかギョーテンの方が良かったもん。出番的に無理だったけど、すごいよね、羽もんでさちゃんと作られてて、このあとねさやちゃんたちがもう出てこないから、次のあの、まあ、九州になっちゃうから、さやちゃんが後半出てないの、さやちゃんと仰天。はい、京香ちゃんがね一回間違えてこの世の終わりですって言ったことがあって、マジで吹きそうになった。もうあやねちゃんがおもろい、メイクとかしてるし、こいつパフュームもつけてます。へえ、こことかめっちゃ演技してる私。エリナちゃんにヘリナちゃんに便乗してめっちゃ演技してる。そうよがおかしいもん。イケメンたちにモテればいいの。笑ってるレイちゃん。ここのレイちゃんおかしい。走り方。ヘイヘイの声もやばい。カレンちゃんも上手だよね。おだ、エリナちゃんが震えるよ、震えるよ。エリナちゃんが震えるよ、震えてる。エリナちゃんが震えてる。めっちゃ震えてる。ちょっと待って、ここの後ろの鉢ももっと細かく見てほしい。10回ぐらい見てほしい。おかしい。ひなちゃんなんかしてるし、なんで笑ったの、マジでヘイ誰も言えてない、最悪、ヘイ言えなかった、私ここのショック。なんでハチたちがそんなに笑ってるか不思議だったってマリアが言ってた。もうね、ハチにならないとわからない。これ私たちも笑いたくて笑ってるわけじゃないんだよね。でもう6人みんな言っててなんかの病気なんじゃないかってなっちゃったの。これアドリブだと思う。長っ。アドリブの尺。
衝撃です似合うなあ、カレンちゃん。たくさん飲んじゃった。ピーちゃんもやりたい。やっぷやっぷ。悪い子です。チューしちゃった。8ってやっぱめっちゃ長いよね。おもろいけど一番長いらしいよ、8さん。
番長いんだって。あ、やばいやばい、戻しちゃった。もう大丈夫。あ、投げた。あ、投げてるからすごいさ。私さ、この槍とカチューシャの置いてある方に踊りに行くときがあるんだけど、すごい散らばってる日があって、そういうことだったんだ。あー来る。笑う、笑っちゃう。あー、りんちゃんの時の方が槍がなんかすごい傾いてた。てへへ。囲みます。笑ってる。わかります。おかしい。はい、これはみんなに蜂を経験してほしかった。もう笑うのは私たち、笑いたくて笑ってるわけじゃないんだよっていうのをみんなに経験してほしかった。みんなして踊れ、願うことは同じだ、触れ合って感じればいい、僕たちの蜂の巣だ。マジでマジ、ずっと毎日悩んでた。なんで笑っちゃうんだろうって。本当に笑わない、笑いたくないから役変えてほしいって、誰がやってよってみんなで言ってた。いつだって幸せも不幸せもどうにかこうにか乗り越えて、重なって騒げ、バラバラでも OK、 めちゃくちゃに踊れ、蜂が飛ぶように日に見られるように、見てくれは関係ない、塊になってくっついていこう、ぶつかり合ってみんなして踊れ。あと、私と小田がでかい。ハチナスダンスの振りは特別だったな。手首回す振り、手首回す振りってなんだろう。どこのこと？人生なんて行き当たりばったりで、何があろうとどうにかなるものさ、ここに集合。蜂のみんなに会いたい。
かわいい、カレンちゃん。私の推しメン来た、レミちゃんの早口言葉、さやちゃんのこんなやつ、ナイフ。すごい、裏で聞いてるなんか音とこっちで聞く音って全然違うんだね。さやちゃんがね、やっぱすごい男の子の役も似合う。私絶対似合わない。オレ言えないもん。オレオレってな。ふざけてるとかじゃなくて、私変だもんね。ってか負けじたできないから、オレオレってなっちゃう。かっこいい。なんかこういう仰天のさ、なんかなナルトに出てそう、こういうの。さえちゃんは多分声を低くできるからよりしっくりくるのかな。仰天はね、声が高いから女の子って感じするけど、え、なんかナルト出てきそうじゃない、この頭のハチマキみたいなのも。ナルト知らないけど、レミちゃんかわいい、いい子だね、レミちゃん。ナイフじゃなくてペンだよ。あー、いた。あー、ううわあー刺しちゃったよ。いたたたたたたいたたたたたたあーたたたたあーたたたたあーただやっちゃんですよ、やっちゃん。レイちゃん、
綺麗れいちゃん。ハマ前回もやっちゃん、そうなんかこの前やったやつとほぼ一緒のやつを今回もやってる。細長い。来た。私やっぱぶりっこなってるよね。いやもお願いします。めっちゃ怪我しん踊ったからさ、この期間怪我しんってめっちゃ疲れるのね、踊るのから。すいません。確かに怒るのはね、なおちゃんの方が確かに怖かった。なんか一回ね、この集中しようと今日でラストだからね、なんかつぼっちゃった日があって、私たちメンバーが謎に笑った日があった、ちょっとだけ。ハマスローモーションめっちゃ上手だと。ボーン。なんかお菓子食べよう。食べれるのかな。
ね、話変えるだけどさ、変えていい？もう変えるんだけど、生写真の撮影、私いつも髪下ろしてるんだけど、なんか髪やってほしい髪型とかあります？いつも巻き下ろしとかなんだけど、なんかどうしようかな、なんかつまんないかなと思って。まあ衣装は違えど、なんかね、なんか何しようかなって。まあ巻き下ろしが無難っちゃ無難なんだけどね。まあポニーテールでもありだけど、かハーフアップとか普段しないから。髪飾りもある衣装はある、ない衣装もあるし。かあ、三つ編みと、子供っぽくなっちゃうかな。あんま子供っぽくはしたくないんだよね。落ちていたりどこかに秘密がある。でもポニーテールだとさ、生写真って髪短いと見えないんだよなって思って。ハーフツインはなんかこの長さだと子供っぽくなっちゃいそう、わかんないけど、まあいろいろ相談してみるわ。巻き下ろしはちょっと今回は避けようかなとか思ってたりする。ずっと避けていたのは、でも何着も着るからずっと横向くわけにもいかないじゃん。迷うな。確かに、でもそう、なんかずっと巻き下ろしじゃん。からなんかちょっとさ、なんか縛ってみるのもありかなって思ったりしてるんだけど、考えます。シーツ変えないといけない。でも今日洗ったの、あと買いにも行ったの今日。健康ラーメンは決めて卒業します。すごいさ、なんかエアポッツって錯覚されるの？なんか全然こっちから聞こえてるの感じないんだけど。ニトリに行ってボックスシーツと敷きパッドと、あ、メイクボックスみたいなの買ったよ、ニトリで。もうニトリで買っちゃった。こんな感じでちょっとちょっともういっぱい入ってるんだけど、こんな感じで買いました。便利です。で、そうジェラピケでね、そうさくらんぼのね、あのさくらんぼじゃない、いちごのさ
ベージュを買おうとしてたんだけど、枕カバーと掛け布団カバーなんか売り切れてて、さくらんぼのピンクにした。でもなんか今更だけど、マジでいちごの白にすればよかったって後悔してるけど、まあいいかと思って。あー、なんかね、昨日メンテナンスしてたの、ジェラピケっていうかウサギオンラインのサイトが。だから夜に買えなくて、そしたらそう朝買おうと思ってサイト直って買ったら売り切れてた。3点セットなら売ってたの、あの敷布団カバーと掛け布団カバーと枕カバー3点セット売ってたんだけど、3点はいらんなと思って このさ、怪我シーン終わってからがめっちゃ早着替えだったの。みんなそうなんだけど、ここにいるみんな知るほど早起きだった。早起きじゃない、早着替えだった。私はまだ時間あったんだけど、最初に出てくる子たちがもうめっちゃ早着替えだったの。そう、実は浜七瀬レイちゃんかな、京香ちゃんもか、あやねちゃんって子供っぽいはずなのに OL 似合うよね。シーなんて男女、女だよ、どっちも女の子だよ。あ、手つないだ。これ女の子同士ってさっき話してたじゃん。あやちゃんひどくないよ。確かにちょっとひどい役だけど、チューしちゃったからねこの前。綺麗、綺麗です。経典も早着替えか。七瀬がさ、千秋楽の前の日くらいにさ、ここの音楽ってめっちゃ一生に似てるねって言ってきてさ、いや一生だよって言って一生だよって言って、嘘、確かに言われてみれば、いやいや言われてみればじゃなくて、ずっとやってるやんって言って、そう、おもろい。
真っ白頑張れ。八の字トントン真っ白細星ってどうやって書いてんのあれ。どういたしまして。頑張ってください曲がってよなぎちゃん カレンちゃんおもろい。怖い。牛が殴られた。綺麗。でもみんなのペンライト。なんかショックっていうかね、集中力切れちゃったことがね、千秋楽になったんだけど、一番前の席の方がお手洗いに行かれて、多分私たちのこの七夕のシーンでうんって思ったのと、すっごい集中力切れちゃった。言葉の式部と申します。私この人マジで似合ってるよね。自分で言うなって感じだけど、司様マジでむずかった。このお芝居ナチュラルにできてるかできてないかも分かんなくて。本当に織姫様だけですか。
泡酒飲んだことない。発泡酒好きですか皆さん。逆にあおさんおっさんで言っちゃったってお味しくないんだ。私もビール飲めない。ちょっとでも飲んでみたらなんかリアルティやったのになと思って700年間いいシーン。このスクショ撮れないのかな。パラビって撮れないか。めっちゃいいシーンこの2人。なんかいいツーショット。しかも横顔っぽい感じだからフフ私もゲソが好きです。このさ日記を読んじゃったところがすごいさ説明になっちゃってて、ずっと説明をしてるわけじゃないからさ難しかった。横内さんにもずっと言われてたの。年一彼氏って私なら無理ホストクラブだってよ。ここイカ食べてる。これも照明の当たり具合で顔見えない時が多いね。今何分ぐらい、2時間7分56秒くらい。逃げちゃえばいいんだ。誰かスクショ撮って。ポムポムプリンのチョコ。いただきます。いやいや。なんて書いたの？私もウッサーやりたい。ウッサー似合わない？ウサギやりたい。ウサギ。なぎちゃんのちっちゃさだから似合うんだよなこれ。
私ちょっとなまってるね。ご自分のお望みをってなってるよね。ご自分のお望みをが気になればよろしいのに。なまってるちょっとこの日。なまってるねやっぱ。でも自分で言ってなまったって思った。ご自分のお望みをって。花火が上がりました。マジでこのシーンは毎回泣きそうになってた。切ないなって。私七夕結構好きだから、あーなんかこういう感情なんだろうなと思って。チュッ、かわいい。一回ね、演技してる時にめっちゃ喉痒くなった日があって、めっちゃなめなめなっちゃって、このタイミングでちょうど泣いてるっぽくなったんだけど、喉痒すぎて涙出ちゃって、シリカに「ねえ、ゆうなマジで泣いてる？」って言われて、あ、うん、喉痒くて泣いちゃったって。日があったの。いいよね七夕。でも好きだったんだ。恋愛として好きってこと？それはあやねちゃんは。すごい好きじゃん。切ない。そうだよね、女の子同士だもんね。めっちゃ OL じゃないねちゃん。すごいリアル感があるね。なんかここのシーンもやっぱ自己自己してないじゃん。同性カップルの友達が泣いたって、切ないよねやっぱ。確かに
無理なんだ無理なんだとか私がなんか言っちゃった欲しいよね、わかるわかる、エリナちゃん上手、なんかなかなかこういう同性のやつってさ、なんだろう、難しいけど、こういうのをなんか身近に見れてすごい私は良かった。うまっ、うわ泣いちゃう私も今。これ同性の問題って全然今あることだから、まあこれは切ない話になっちゃったけど、すごいこういうお話をなんか身近で感じることができて嬉しい。やっぱ偏見とかいろいろあるだろうけど、エリナちゃん歌上手、しまわぬように、でもこれも尾崎豊さんの、豊さん、ゆかたさん、豊さんの歌だもんね。なんかそうだから私もいろいろその尾崎豊さんのことを調べて、なんか本当に切なくなっちゃって、なんかコメント、なんか TikTok とかでも出てきたんだけど、なんかコメントとかで生きてたら、もっと長く生きてたらどんな感じだったんだろうとか、とか私もなんかその尾崎さんが生きてる時代にを一緒に生きてみたかったなって思った。でも私もなんかもっとこういうなんか距離の近い演技してみたかったかも、なんかカップルっぽいやつ。
後半につれ全部切なくなってくるね。日割りだったんかい、だったんかいって。すごい演劇って感じのストーリーだね。ちゃんとストーリー理解できてないと演じるのむずそう。かわいい。ごめん、私全然実況してなくてごめんね。本当に自分が見入っちゃってる。申し訳ない。現代だね、マスクって。ね、このくたわり問題誰の声か知ってる？みんな。私はね、ずっとね、レミちゃんだと思ってて、他の子もレミちゃんだと思ってたんだけど、誰の声でしょうか？正解はカレンちゃんでした。全然カレンちゃんに聞こえなくない？そう、カレンちゃんなんだって。意外だよね。そう、さえちゃんもこれ本当にキスしてるんじゃないかっていつも思うんだけど、見たらカメラアングルが遠ざかっちゃった。こうやって見たらカメラね、私もレミちゃんだと思ってた。ありがたい剣、お前のさやよ。ここでお眠り、そして私をロミノの元へ連れて行って。
トゥクス。バタ。バタ。これを裏でいつも聞いてた。もうスタンバイしてます。真剣にやってみ。なんだこの惨状は。愚か者だもん。獣か悪魔か。よく見るがいい。この二人の姿はお前たちが撒き散らした憎しみという毒に対して神が下したもた。これが天罰だ。今ここに生きる者すべて無益な争いへの加担者として、そういう七瀬だったんです。ここずっとめっちゃ練習した。私風は吹いてる大好き。この顔に当てた第一の句。でもさ、配信のさ音聞くとさ、めっちゃ折り面の曲じゃない？なんかこんなオリジナルの曲、高見野さんとかめっちゃ聞こえる。ゆうこさんとか。めっちゃオリジナルだよね。そんなことあると思って、めっちゃ必死に歌ってるのに。この地に開かせてくれ。積むことから始めようか。私これコロナ明けて次の日に振り入れがあったんだけど、本当になんかもう疲れ果てて体力なさすぎて何にも頭に入ってこなくて、振り付けがほぼ地起こしだったんだけど、マジで頑張った。やってる時も確かに本家の音は聞こえるなって思ったけど、こんな自分の声が聞こえないことはなかったね。前を塞いでる瓦礫を溶かして、だってもうほぼ本家の CD と一緒じゃない？これかぶせたのかな。でもなんかもう終わっちゃったんだって感じ。みんなは、私はコロナでちょっと休んでたけど、みんなはほんと1ヶ月毎日稽古してたから、なんかね
素敵なベッドインですね。なんかちょっと言い方変だけど、ちょっと元カレレスだけ見ていい？結構長時間やったから元カレレスだけ見ようかな。飛ばしていい？じゃあ飛ばすね。どこまで飛ばしていいかな。2時間41分30秒まで飛ばしていいよ。ちょっとおばあちゃんの途中だけど、2時間41分30秒あ、42まで飛ばしていい。2時間じゃ42まで飛ばすわ。2時間42秒の42分まで飛ばしてください。準備できたら教えてちょん。できた？じゃあ押してください。どうぞ。押します。私も私は画面の左側にいる。基本左の方にいる。左の方。だからだからだから。何何だからだからだから。ポニーテールしてる。今前にいる4番くらい。今これで1番くらいに寄ってくるよ。ウィスルだけにはいかなくて元気だったか。今 0.5 くらいにいます。そんなこともあるよなんてことで。嘘、シルエットでわかる。それは嬉しい。それなりに幸せだったら、テルミハン最高の元カレです。恋の着地点。君のアンサー。浜かっこいい。これで、ね、3.75 くらいに行く。りんちゃんの後ろくらい。意外に忘れてないもんだね。わだかまりだからこうだって言いたいけれど、何を今更語ったとこで。天の掛け放課後完了。昔話。8人バージョン覚えると20人バージョン。なんかね、カノンがむずいんだよね、覚えるの。間違えちゃったら8輪バージョンとカノンが違った場合が結構大変。カノンは間違えたらめっちゃ目立つね。だからだから何だからだからだから。そうだからめっちゃ間違えた最初の方。ありがとう。もう私満足した。
ありがとうみんな2時間弱一緒に見てくれて、ちゃんと見れてよかった。ありがとう。ごめん、ブーってなっちゃった。明日の仕事のメールを見ます。なんかやっぱおもろいね。やっぱこう見るといろんな役、この子の役やりたいなとかも思ってきちゃうし、なんかやっぱそう思えることがまず成長っていうか、自分変わったなって。だからまた他にもね舞台出たいんですけど、どうやったら出れるかな。でも個人的にはなんかジョン・マイ・ラブってちょいちょいさ超長台詞があったじゃないですか。ここは言ってここ言って、だから全部で10行くらいの長台詞とかあって、今回はなんだろう1個ずつの掛け合いが多かったんですよ、キスバイエイトって。なんかそんな長文じゃなくて、例えば2行行ったら相手の1行待って、また1行行って待って、1行行ってっていうのがあったから、私的にはすごいその掛け合いの方がなんか次なんだっけなんだっけ、まあ覚えてちゃんとなんか自分の中に染み込ませたら大丈夫なんだけど、掛け合いの方がちょっと最初難かったなって感じたかな。すごい女優っていうか、なんかね演技できる人みたいなこと言ってるけど、かなって思った。あと明日はショールーム毎日配信が3周年です。ちょっと夜になるのですけど、本当にまあコロナだったりとか、なんだろうか、ジョン・マイ・ラブとかでとか普通にお仕事とか私が配信し忘れた日が何回かあったんですけど、お休みした日とかもあったんですけど、まあ、なんとかこんなご時世でもありながらチケットを使わせていただいて無事3周年迎えることができます。明日の夜配信見に来てくれるよって方どれくらいいますか？おしゃれしようかな。ちょっとありがとう。私もお仕事終わったらケーキとか、風船はもちろんだけどケーキ何買ってきたらいいかな。ケーキはいる？私そんな甘いの食べれないから
ちっちゃいケーキ買ってくるね。ケーキ買ってきて、行きます。もう3周年だって。まあ本当になんかこのコロナの期間で休んじゃったから毎日行ってね感じだけど、楽しみにしてます。 K 公演の初日見ましたがめっちゃ良かったので、嬉しい、ありがとう。 K 公演また出たいな。覚えてるかな。そうだね、みんなとね乾杯できたらいいんだけどね。次の日はお話し会だし、その次はアットジャムだし、アットジャムのやつ起こさないといけないけど、前髪切ろっかな、どうしようかな。兄さん稽古に出るのかな、わかんない、どっちか出るのかな、両方はどうなんだろう、わかんないけど。何しようか明日は。振り返り、まあここ1年くらいの振り返りと、カラオケしようか。カラオケ何曲かかな。なとケーキ食べてって感じかな。まあ明日のノリでなんとかなってくれなってくれ。まあ明日はいい一日にしましょう。あとエアフォースが届いたの、ずっと欲しかったんだけど、エアフォース買って、しかも今日なんか全然ね買うつもりじゃなかったんだけど、なんかすごい形に一目惚れして、なんかギンガムチェックのスカート買っちゃった。結構ふわってなるんです、可愛くない、なんかブラウスとかに合わせて夏着たら可愛いかなと思って、ギンガムチェックスカート買った、ね、可愛いよね。明日これでもいいかな、これにエアフォースとか履いたら絶対可愛いやんけ。明日って暑いの、ブラウス着て、明日雨だよね、雨の日にエアフォースで履きたくないな。そう、チカチカしてる、明日雨なの、最悪。サンダルみたいにしていくかな。
蒸し暑いかな明日。結構降るの？ね、ウエットティッシュダイソーに行ったらなくて、全部売り切れてたの。そんなことあるって思ったんだけど、そんなことあったみたい。売り切れてて買えなかった。明日買えたら買いたいけど、いや、うん、また今度でいいやと思って、明日売ってたらか。ねえ、明日雨なのか。ね、雨やだね。久しぶりにこんな長時間配信した気する。シーツつけるのめんどくさい。シーツ、布団カバーめんどくちゃい。てかこの T シャツマジで可愛いよね。私の好きな紫で可愛い。2回目くらい着たの。じゃあそろそろ終わろうかしら。去年買ったもん。可愛いベリーチェリー。すっごいチェリーってこと？じゃあランキング見ます。明日はショールーム毎日配信3周年、よろしくお願いします。何時からできるかな。それこそ今日と同じくらい、8時とかにしようかな。まあ8時くらいってことにしときますね。ランキングを見ます。13位マジバナちゃん、12位タスコさん、11位ヤスンさん、10位コバットマーク群マニアさん、9位新血アットマークナトリドンさん、8位新血アットマークナトリドンさん、8位シンスケ、9位新血アットマークナトリドンさん、8位シンスケ、合ってる？
の怖い。しんすけアットマークなたりなんさん。7位大学700年後もゆうなひとすじさん。6位黒毛アットマーク久しぶりの実況配信楽しかった、また何か見ようさん。見ましょう。5位チョロさん。4位 YK 実況楽しかったありがとう、またゆうなちゃんの舞台見たいさん。3位 TK 君からアットマークタイのなとりどんさん。2位ロロさん。1位イナジアットマークいつまでもゆうなを彩りますさんです。ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。ゆっくり寝てください。皆さんもおやすみなさい。バイバーイ。